それじゃあみんな準備はいい？懐中電灯よし。おいらもよし。私もよし。カメラもよし。ああ、なんだかドキドキするのだ。カメラなんか持ってどうすんの？それはもちろん、お化けが出るという噂の病院に撮影に行くんだよ。だけど本当にお化けなんて出るのかな？まあわからないけど行ってみようよ。要は肝試しってことだね。そういうことです。ちなみにここは YouTuber がお化けが出ると聞いて撮影に来たらしいんだけど、その人たちが帰ってこなかったらしいんだよ。怖いね。恐ろしいね。って言ってたら病院に着いちゃったみたいです。なんだか見るからに不気味だね。それでその幽霊が出るってとこはどこなのかな。詳しくはわからないけど、とにかく奥に進んでみようよ。何か変な音聞こえなかった？残念。一体今の何の音なのだ？やっぱりここ出るんだよ。わあ、バッチリカメラに押さえないとね。で、どこに行くつもりなの、バナオくん。わかんないけど、とりあえずドア開けちゃったよ。これなら中に入ってみようよ。よし、それじゃ行ってみるよ。まる、どうやら階段に繋がってたみたいだね。この先はどうなってる？ああ、鍵が必要みたい。それじゃあどこかで鍵を探さないといけないんだね。たくさん部屋があるみたいだから、とにかくしらみつぶしに開けていこうよ。そうだね。ここはどうやら4って書いてあるな。入ってみるよ。4の病室ってことかな？みたいだね。それとも死の病室なのかな？おっと、怖いこと言うじゃありませんか、バナオさん。だけどここには何もなかったね。そうだね。おい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 、ここは3号室みたい。それにこれ見て、一体何の跡かな。ここ何か事件でもあったんじゃないのってくらい血痕がすごい飛び散ってるのだ。恐ろしいね。どうやらお化けが出るっていうのは本当みたいだな。でもここには特に使えそうなものはなかったね。だね。それでは次はどうかな。ここは2号室みたい。鍵を探せばいいんだよね。鍵はなさそうだけど、ベッドがひっくり返ってんね。どんだけ寝相が悪いの。でもここも特にお化けは出てこなさそうだね。だね。それなら次々行ってみますか。そうですね。ここは何だろう、女子トイレかな。雰囲気はあるけど、お化けはいなさそうだね。ちょっとマーチャー見てきてよ。マル、一人で行くのめちゃめちゃ怖いのだ。ちょっと一緒に来てよ。女子トイレだからね。わがままだな。トイレは閉まってる。トイレがいくつかあるのだ。ちょっと待って、二人とも。ここに何か目印というか、マークが書いてあるぞ。ほんとだ。おへそみたいだね。もしかしたら、3番目のトイレだから、トイレのバナーさんが出てくるんじゃない？見たー。全然怖くないじゃない。怖くなかったか。でもここは特に何もなさそうだね。マークがあるぐらいなのかな。だね。トイレのドアも開かない。あ、開いたのだ。開いたけど何もなさそうなのだ。だけどトイレってやっぱりお化けが出るって噂だからな。一応撮影しておきますか。そうだね。どうかな。何も映りませんように。で、どうしたの。バナオくん、カメラをつけて目の前見てみてよ。何？何？わあ、なにこれ、進撃の巨人じゃん。それに SCP の社員以外にも見えるのだ。カメラをオフにすると見えないのに、カメラをつけると現れるみたいだ。もしかしたらこれ何かあるんじゃないの。近くでちょっと調べてみてよ。調べてみるよ。わあ、何があったのだ。死体、注射が必要って書いてあるよ。注射が必要。ああ、そうか、ここは病院だからどこかに注射があるのかもしれないな。先にそれを見つけた方がいいかもしれないぞ。そうだね。それじゃあ注射器を探してみようか。あれ、それに2階のあの部屋を開ける鍵も見つけないとね。だね。探さないといけないものがたくさんなのだ。さっきみたいに何かマークが手がかりになってるのかもしれないから、よくよく見ないといけないな。そうだね。ここは何もないみたいだし、次の部屋に行ってみるよ。ここには何か金庫みたいなものがあるな。本当だね。サビサビじゃん。何か大事なものとか入ってるのかな。あ、押せるね。なんか押せるみたいだけど、これ大丈夫か。わかんないね。あ、間違えちゃった。どこかにこの金庫を開けるパスワードとかもあるのかもしれないね。そうだね。それじゃあちょっとさ、どんどん奥に行ってみようよ。まる、探すものがどんどん増えてきましたな。わ、ここも鍵が必要みたい。ここはトリートメントルーム。なるほど。ここはなんだろうね。わー、なにこれ。これめちゃくちゃ怪しいな。ちょっとカメラつけた方がいいんじゃないの。そうだね。撮影だ。
サタンが出てきそうって、わー、赤ちゃん浮いてるね。それにテレビや本まで。何か黒魔術的な儀式をしていたのかな。うんうん、完全に心霊現象じゃありませんか。田中入っても大丈夫なの。我は悪魔の雷。呪われちまえ。ここはでも特に何もなさそうだね。そうだね。ちょっと奥に進んでみるよ。あれ、部屋はある？部屋はあるみたいだけど、あ、廊下で繋がってんのかな。ここはキャビネットって書いてあるな。鍵が必要みたい。いくつも鍵がいるの。ここはボイラー室かな。みたいだな。だけど特にマークもないし。おお、おいおいおい、ファイヤーしちゃったよ。壊さないでよ、マノくん。危険だね。大して大して。奥に進んで。ん、何これ。待って待って、後ろ。何何何。わあ、蛍光灯が落ちてきたぞ。とんでもないハプニングだ。それにバロ君の後ろの車椅子見てよ。ああ、壊れちゃった。タイヤが回ってるんだよ。本当だね。誰も使ってないはずなのに、なんで。撮影してみよう。あ、誰もいない。よし、はい、ほっとするのだ。え、ちょっと待ってよ、バロ君。うん、まーちゃん、はい、こっちの部屋見なくてよかったの。あ、そうだね、こっちを見てみよう。広いね、この病院は。ここは男子トイレみたいだね。うわ、怪しいな、ここも。うわー、怖いなー。なんだかめちゃくちゃ怖いトイレが一つあるのだ。3番目の便器、もうダメでしょ、これ。使えないよね。いやー、何今の。わからないけど、なんだか鍵みたいなものがあるよ。取っていいのかな。取っちゃおう。鍵ゲッチュ。トリートメントルームキーって書いてあるから、さっきやったトリートメントルームに行ったらいいのかな。そうだね。そうだね。じゃあちょっとトリートメントルーム行ってみるよ。他の部屋見なくて。あ、先に見ちゃおうか。見ちゃおう。トリートメントルームだ。え、そこがトリートメントルーム。さっきのは何だったの。わかんないな。ここは鍵が閉まってなかったみたい。ん、これ見てよ、二人とも。どうやら注射器を保管するものなんじゃないか、これ。だね、よく病院で見るやつなのだ。どこかに注射器とか落ちてないの。ん、いや、落ちてはなさそうじゃねえか。ないのだ。ということはどこかこの近くに置いてあったりするのかな。どうだろうね。とりあえずこっち開けてみる。まる、ここはなんだろう、デンジャースな感じはしたけど。ん、なんだろうね、これ。何かブレーカーみたいなものなのかな。おいね。でも特にいじれるとこはないみたいだね。それなら次の部屋行ってみますか。ここはユーティリティールーム。ちょっと怪しいぞ。なんて言ったの今。ユーティリティールーム。ユーティリティールーム。難しいな。何かあった。なんかこれデンジャラスじゃない。野球のボールじゃないの。あ、ゴルフボールみたいな。なんだろうな、体の部分というか。見ちゃいけないやつだ。とりあえず鍵がかかったトリートメントルームに行ったら何かヒントがあるんだと思うんだけどね。どこだったっけな。広くてわからないな、ここ。うん、もしかしたら注射器があるかもしれないよ。確かにその可能性はあるけど。やってみる。おお、なんかいるぞ。何これ。カメラで撮影するんだ。あ、撮れなかった。あ、ごめんよ。バラオ君の横幅がでかすぎてな。というか、待って待って、バラオ君、これ。お、見渡してるじゃん。注射器。これを持って、トイレに戻ったらいいのかな。誰が渡すの。あそこは女子トイレだったよね。確かに女子トイレだったな。おいらたちに入れないな。みんなでさっき入ったじゃないの。よし、まーちゃんトイレに行っとるよ。ちゃんと後ろから見ておくからさ。おお、絶対来てよ。あー、撮影開始します。どうぞ。ロックオン。よし、渡します。これどうぞ。来るぞ。何が起きてる。逃げる準備してて。まる、どうなってるのだ。どうやって渡せばいいんだろう。よっしゃ。おー、投げるの立てなかった。立てよ、立ったし。なんか、なんだよこのポーズ。なんかごめんなさい。あ、取るって書いてあるぞ。え、あ、口の中に鍵が入ってた。あ、本当だ。キャビネットキーだ。キャビネットってどこにあったっけ。確かこの先の突き当たりを右じゃないのか。ダメ。じゃあ行ってみるよ。キャビネット、キャビネット、あれ、ここだよ。すぎて部屋が奥。あ、ここか。じゃあちょっと開けてみるよ。気をつけて。わあ、見て、誰かいる。人がいるじゃん。銃を持ってるぞ。わあ、ピーだよ。これは見せれないやつだな。わあ、何かを取るって机に出てるのだ。ん、
なんだ？これはどうやらプロジェクターリモート。リモコンだな。とりあえずは、元に戻るしかないのか。それともテレビに使えるのか。どこかに使えるところが別であるのかな。なるほど。他にどこに行くところがあるんだろうな。というか、うん、僕たちよくよく考えたら途中からドア開け始めたけど、その前にドアあったりするんじゃないの。確かにね。結構飛ばしてきちゃってるよ。ちょっと戻ってみるよ。だね。あたりに気をつけながら行こう、うん、そうだね。暗いな。暗いね。怖いな。出るぞ出るぞ。嫌なこと言わないでよ。待って、何ここ、この部屋見てよ。マークがあるぞ。本当だ。撮影開始します。悪魔のマーク。何、あ、なんかやばそう。おお、あ、なんか落ちてきてるバナク。バケツだ。何これ。ちょっと入ってよ。入ったらダメなやつだよ。とにかく行ってみるしかないよ。二人ともついてきて。うわー、やばい。ちょっと真っ直ぐ行って、あ、待って、抜けたら変な部屋に出たぞ。何これ。あ、何か立ってない。立ってる。大変じゃないか。あれ、向かいの病室にも。大変だ大変だ。これはさっきの病院の異世界みたいな感じなのかな。かもしれないね。作りが似てるよね。転生しちゃった。ちょっとあの人に話を聞いてみようよ。そうだね。すいません。え、いなくなっちゃった。え、本当だ。どうしたらいいの。まともに話ができそうなのはあの人だけだったのに。なんてこったい。また部屋の中に入ったりしたらいいのかな。なるほど、さっきと何か変わったところがあるのかもしれないな。うんうん。お、キャビネットルームにバノン選手。ここキャビネットルーム。ここキャビネットルームだったけど、そこが倒れなくなってるの。ということはここにボイラー室があったよな。あれ、うん、でその先に右に曲がりますと、あ、待って、キャビネットルームかな。ここだけ何か残ってる。あ、取れるみたいだ。何これ、何か取れるぞ。あれ、逃げろ来るぞって。え、逃げろ来るぞって出てるんだけど。なんか音が鳴ってる。逃げろ。カチカチ。あー、来た来た、まずい、これ。あ、来てる来てる。あ、追われてるよバナナ君。大丈夫バナナ君。大丈夫、大丈夫よ。逃げろ逃げろ。どうしよう。さっきの元いた場所に戻ろう。元いた場所についてきて。こっちこっち、こっちだよ。あ、ここか。戻れた。よし、戻るよ。危なかった。危なかった。バナナ君、めちゃくちゃ追われてたのさ。危険だったね。連れて行かれたかと思っちゃったよ。なんとか助かっちゃった。だけど、さっきゲットしたこのレバー、これをつけたらいいんじゃないの？それじゃあさっきのブレーカールームみたいなところに行ったらいいのかな？だね。ちょっと行ってみよう。行ってみよう。結構怖かったな、今の。おー、すごい。大きさあったよ。一体何で追われてたんだろう？だね。戻ってこれないかと思っちゃった。ここだよね。どうかな？あ、つけれそう。あ、ナイス？スイッチ？あ、電気がついた。本当だ。だけど電気ついたけど、どうしたらいいんだろうな。あ、待てよ、うん、ということはこのプロジェクターリモート、何か電気を通すことでこれつけれるようになったんじゃないの。なるほど。だけど使えるそうな場所あったかな、うん、何かテレビかモニターみたいなものを探してみようよ。これそれかな。ちょっとやってみない。ちょっとやってみよう。ダメだ、つかないね。もしかしたらまだ行ってない部屋かな。あ、そうか。あ、じゃあちょっと行ってみるよ。あっちの奥に戻ってる途中だったな、そういえば。忘れちゃってたよ。変なところに行っちゃったからね。異世界転生しちゃったから、してたな、完全に。待って待って、カメラつけて、カメラつけて。どうした？決定的な何か証拠、これ映せそうだぞ。この部屋見てよ。わあ、何これ。ちょっと行ってみてよ。これは危険って言ってるよ。言ってるな。ちょっと行ってみるよ。なんで顔隠す。わあ、溶けちゃった。わあ、It's illusion。 何だったの。でも服だけ残ってるよ。人がいなくなっちゃったね。何かのフラグなのかな。嫌なフラグなのか。この管理室、ここどうだろう。わあ、何、あ、まだ行ってない。何がある。プロジェクターだ。それにちょっと見て、貸してくれるか。あ、マークがあるじゃん。スイッチオン。プロジェクターをオンにする。ああ、それじゃちょっとオンにしてみようか。つけてみるといいのかな。つくのかな。あ、ついた。ついてる。8025。え、これってもしかして金庫じゃないの。間違いないね。もしかしたらあそこに
2階かどこかへの鍵が入ってるんじゃないの？そうかもしれない。まだ開いてないのはあそこだけですね。もしかして、え、何？金庫の暗証番号なんじゃない？もう言ったよね、言ったよね。あるかも。ちょっと見に行ってみようよ。あ、それじゃ覚えてる？みんな802号だよ。そこだけはちゃんと覚えてるんだな。よし、編集でうまいこと覚えるか。まだ開けてない。まだ開けない。間違った、ここだった。金庫はここだよ。よし、じゃあちょっと入れてみてよ。よし、それなら打ってみるぞ。8025エンター。おー、鍵ではない。ん、あ、鍵だ。あ、2階の鍵が入ってるみたいです。よし、それに何かの日記。お友達は信頼しないでください。彼らはずっとここにいました。実際にはあなたの友達はホテルに届きませんでした。あなたが知っていることは言わないで、そしてこの手紙を見せないでください。または彼らはあなたを殺します。わかったぞ。この後に何か出るんだ。フラグだ。よし、とにかく2階行ってみますか。行ってみましょう。まずは2階の鍵を構えて一気に行くよ。なる、よーし、行くよ。あ、開いたね。開いたよ。2階も部屋がたくさんあるみたいだね。ん、どうなってる？人体模型が横たわってる。ん、あ、ほんとだ。待って、これ怪しいな。カメラオン。よし、行ってみて。おぉ、なになに、見てたのにびっくりするの。怖っ。結構これ怖いな。すごいね。もう来ないのかと思ってたのだ。もう開かないみたいだね。開かないね。さっきと違って結構開かない部屋が多いみたいだな。開かないな。開かない。ん、大変だ。開かない。あれ、待って、待って、なんかあるぞ。これはいつものやつだ。あ、カメラつけたら。開いてる。開いてるよ。入れるってことだよね。気をつけて、気をつけて。何が起きるの？あ、ちょっと待って、金づちがあるよ。え、ん、取れるみたい。え、なんか出たの？彼らがあなたを殺す前に彼らを殺してください。それから出口まで走ってください。選択肢があるな。ドッペルゲンガーを倒す。危険を犯して脱出を試みる。って書いてあるけど、どうする？出口まで走ってって書いてあるから、走って逃げた方がいいんじゃない？だね、ドッペルゲンガーってそもそも僕たちそっくりのやつだよね。なんか、殺したくないよな。このまま逃げちゃうか。よし。じゃあ、右を？右の脱出で。あれ？こっち。どうだった？ん？戻ってないみたい。特に変わってはなさそうだね。ちょっと待って、なんかいるよあっち。え、え、どうなってる？え、もう俺消したかし。あ、なんか来てる、なんか来てる。後ろから追ってきてるぞ。逃げろ逃げろ。いや、ちょっと、わー、まずいまずい。ここにもいるよ。あ、ほんとだ。わー、どうしたらいいんだ。避けてけ、避けてけ。あ、なんか言ってるけど。よし、走るんだ、とにかく。あれ、どうしたらいいの？そこがエグジット、出口だよ。よし、誰がこれ落ちたの。よし、はい、行けるよ。逃げちゃえ、逃げちゃえ。呪われた幽霊はあなたがそこに永久に滞在することを望んだ。彼らはあなたを狂わせようと、しかしあなたは全てのあなたの友人と走り去り、あなたのビデオを YouTube にアップロードして人気を博した。やったー、やった、これバズるぞ。嬉しいな。それで元の世界に戻れたってことだね。いやー、しかし出口の前に立ってたおじさん怖かったね。え、この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。 Twitter と Instagram も